俺結構好きなの。何？そういうルール変更。ああ、そうなんだ。俺今日だけはピンフ三班ですとか、そういうの嫌いじゃないんで。なるほどね。うん、まあだってゲーム性全員一緒だから。そうそう。要はさ、ゲームって公平であればルールは何でも。うん、そうそう、そうなのよ。別にね、うん、単用がね、ご飯ですとかだっていいわけ。うん、そうだね。みんな一緒なんだからね。うん、狙えばいいじゃんって話だからね、うん。主催者側はそれで盛り上がればね、そうそうそう、いいわけだから。結局それで盛り上がれなかったらそのルールがダメだったってことになる。まあさ、その俺らが来年も出してもらえるかはわからんけどさ、うん、出してもらった時に、うん、そのルールをしっかりと研究してなくって、うん、寒い試合にだけはしないように、そうだね。いう責任はあるよね。うん、結局出る以上はやっぱり、ね、選んでもらったならば、うん、それなりのものを見せられるように。しっかり研究してきます。うん、あ、まあ、でもね、見てる人は言っていいですよ。見てるか、そうそう、見てる人はね、だってさ、それもだって自由だし ね、自分は見ててこっちの方がおもろいからこっちにしてくれっていうのは自由。まあ、全然自由だからね。ただ、出てる人が言うのは、じゃあ出なきゃ断ればいいじゃんって話したからよくわかんないけどね、そうそうそう、出てる人。我々はだってね、うん、OK ですっつって出てるわけだから、うん、別に文句なんか一つもないから ね。いや、何二曲からこれにしますだったら、そう、それはダメ、ね、それはダメだよってなるけど、ね。それはダメだけど、ね。別に、そのルールに関しては、正直何でもいいと思ってるからね。俺も、本当に俺も、ピンフサーハンとかがね、好きなのよ。ピンフサーハン、うん、俺、ピンフ下手だからね、ピンフサーハンきついよ。え？ピンフ下手なんで。ピンフ下手。シートイツ、ギャンハン50分って、結構強烈になるよ。あ、倍になるってこと？そう。まあ、サーハンみたいなもんだよね。要するに。うん、そう。俺、もともとそのルールでやってたの、覚えたのが。チートイのみってローン、チートイのみで3200なのよ、うん。うん。赤持ってたら、もう64とか。俺ね、面白かったんね。そう。森山会長が、うん、俺がね、1年目とか2年目の頃に主催されてた、やつでね、放獣したらいい半増しっていうのがあったのよ。ほー。要は、うん、だから、例えば、面ピンドライチは、積もったら1326だけど、出上がったら77みたいな。あー、なるほどね。ルールであった、の大会っていうか対局を、ね、会長が、今の会長が、当時は会長じゃなかったけど、主催されてて、それに参加させてもらってて、はちゃめちゃにおもろかった。それ面白そうだね。めちゃめちゃ読む。うん。うっかり補充できない。補充できないもんね。ダマ点が増えるやっぱり。ダマ点、いや、いや、リーチ、いや、どう、増えるまではいかないかな。補充が役になってるわけじゃなくて。役ではないから、はい、そう。いい班増えるから、話になる。まあ、簡単に言うと多分、甘い牌を打たないための練習みたいな対局を準備してくれたんだと思うけど。うん、だって単品ドライチさ、黙るんでしょ？いやいや、そうとも限んないよ。間違い良ければ跳ね間引き引くってこと？ともある、やっぱ。うん。いや、いい、補充したらいい半増しはね、めちゃめちゃゲーム変わると思うよ。エキシビジョンで、いろんなルールで打ってるのを見るのは楽しいと思う。リーチに対してめちゃめちゃ降りるじゃん。え？めちゃめちゃ降りる。いや、だけどリーチ来てる時こそ、直取りのチャンスでもあるのよ。あ、確かにね。うん、あ、難しいね、それ、ね。うん。ああ、確かにな。あれあるよ。三面ちゃんとかで、黙ってて、リーチ入ってのつもぎり追っかけみたいな。うん、ああ、なるほど。捉えたりみたいな。降りると思って、カンチャンでリーチ来たっしょ、みたいな。ああ、それはあるね。ベースは連盟 A ルールだった気がする。ちょっともう20年以上前で、うん、連盟の公式ルールのいい半増しだった気がするんだけど。確かにね、愚形リーチ。そうね。あれめちゃくちゃおもろかったなぁ。愚形リーチでもな、後筋になりそうなね、外側の街とかだったら、結構愚形リーチ効くよね。これ読み合いもあるから面白そうだな、うん、特殊ルールって面白いよね、なんだかんだ。俺めっちゃ好き。なんかね、変なのが好きなのよ。変なのが好き。うん。そういう？うん。